一方、浅草ではかつて大衆芸能の聖地としてにぎわった浅草六区をイメージした複合施設の再開発プロジェクトが発表されました。東京スカイツリーの開業で観光客が増えている浅草。しかし浅草六区を訪れる人の数にその恩恵は見られません。今は人通りの多くない六区ですが、日本のブロードウェイ復活を目指して大規模な再開発が行われています。六区にはかつて30館以上の映画館がありました。しかし去年最後に残った松竹の中映が閉館し、六区から映画館が消えました。今回はその中映の跡地に2つの劇場を備え、浅草12階の名で知られた凌雲閣を模したマルハン松竹ロックタワーの建設が発表されました。地下1階地上8階建てで来年12月に開業し、初年度は200万人の来場を目指します。到底視野では成し得るビジョンではございませんが、他の東京ロックブロードウェイの方々、そして浅草のさまざまな人とですね、提携を図りながらこのビジョンに向けまして一歩一歩進めてまいりたいというところでございます。特にこのロックに劇場を集中して作っていって、いろんなエンターテインメントの人たちを招聘したり育てたりして、日本の浅草ロックから世界に発信していけるエンターテインメントのまた聖地に戻ればいいなというふうに思っております。台東区ではおととし、住民と協力して300平方メートル以上の敷地に建てる施設には映画館や劇場などを設けるよう義務付けた地区計画を定めました。これを受けて現在合わせて4カ所で複合施設の建設が進んでいます。建物は15年度までに順次完成する予定で、長い冬の時代が続いた地元の期待も高まっています。これは大変な期待じゃないの。これから24時間おそらく明かりが全部灯って、俺はすごい街になるんじゃないの。絶対期待してよ。現在観光客の滞在時間は平均2時間半ほどの浅草。発表されたプロジェクトはこれまでの倍の滞在時間を目指し、新たなロックを作り上げていきます。